はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。じゃあ今日は This is the Police 24日目プレイしていきたいと思います。じゃあ例によって、新聞一面チェックしていきましょう。まず1紙目ですね。大雨で中央図書館が浸水。で、フリーバーグ死亡率15%増加。これは15%って結構だな。で、もう一つがトウモロコシの収穫が史上最高量を記録。これはいいニュースだよね。じゃあ今日も元気に出勤していきましょうと言っても、いつも朝の7時から2時まで働いてますからね。グラスゴーが欠勤か。まあいいでしょう。ちょっとシフト B の方は人数的に厳しいので、しっかりと計算をして、行かないと警官がいなくて対応できなくなる可能性があるので、見極めながら行きましょう。んで、リクルートできる枠があるかどうかですね。まずは高齢の警官を全員解雇しろとかって言ってきたよな。マジか。最近参加した地域会議によると、知事は公務員の平均年齢を最低でも5歳引き下げるつもりだという。市は全職員の年齢を確認し、高齢の職員を今すぐ全員解雇してほしい。こんな横暴できるわけないだろう。で、マフィアからの取り分は職員とシェアしましょう。ちょっと市庁舎に行って、そういうことね。市庁舎ではなくて、庶務だな。庶務に行って、警察署に行き、リグルド。枠がない。警官スロットはあるけど予備人員がいないんだな。残念だな。刑事スロットが7分の7でいっぱいで、警官スロットがちょっと空いてるけど、そもそも補充されてないですね、人が。いや、僕の会社の僕の今の部署もですね、実はついに僕もアラフォーに突入しまして、35歳になったんですけど、ちょっと暴行事件が出たので先にこっちやっていきましょう。ゲットウチク。浮気を認めた恋人に女がハンマーで襲いかかった。その女の娘からママが狂っちゃって本当に殺し合うかもしれないと言ってきたわけだな。じゃあここはクックを送りましょう。なんとか一人で対応してくれ。で、唯一僕より年下だった人が辞めてしまうことによって、35歳にして一番年下になってしまったんですよね。特に僕のいる部はなんかね、結構年齢が高いんですよね。担当する、まあ、お客様がの、なんていうのかな、質というか、そういう傾向もあるのかもしれないんですけどね。さあ、迷惑行為です。デザイア公園。コリー・ラムジーは公園でスキーマスクをつけた女の集団を見かけた。この集団はまともに服を着ていない男性2人を革の紐でつなぎ、女性優位主義について過激なスローガンを叫んでいた。理解不能なスローガンからかろうじて判断する限り、この抗議者たちは生贄を捧げるつもりらしい。生贄にされる方としたらたまったもんじゃないな。ちょっとここはケネディに護送車をつけて、どうせ応援要請が来るパターンだと思うので、一旦これで送り出しましょう。で、暴行事件の方の報告が入ってますね。何？クックが死んだか。マジか。ただでさえシフト B 厳しいのにな。で、迷惑行為の方はというと、犯人には逃げられたけど、市民も死亡したけど、警官は無事。劇場の方はというと、3人も派遣してくれっていうの？これ無理だよ、ボイド所長。実は今度、竹繊維でできたトイレットペーパーの CM を撮影するんです。で、それに登場する人物の1人が警官という設定なんですが、地元の俳優たちは子供番組の経験しかなくて、視聴者にとって信憑性のある警官を登場させたい。なるほど。いやー、3人か。1人だったら全然出すんだけどなと言いつつ出してしまう。後先考えずに。残されたのはケネディただ一人。まさかクックが死ぬとはな。で、まあ、結構ね、話戻すと一番年下になってしまったんで、結構いろいろ面倒くさいんですよね。
でデビーズカフェでの窃盗事件ですが、オーナーであるエディ・ゴールドバーグのゴールデンレトリーバーが庭で遊んでいる間に何者かに連れ去られた。その日口輪をつけられて2人組に連れられているのをデビーズカフェの近くで目撃したという常連客がいると。なるほど、まあ、じゃあこれはケネディに言ってもらいましょう。飲み会とかのね、幹事を仰せつかる可能性が出てきて、それがまた非常に面倒くさいっていうね。所長、コチはあの CM をすごく楽しんでいたみたいですよ。演技が上手だったので監督からまた役をもらえるみたいです。警察を辞めて本格的に CM 俳優としてデビューするかもしれません。マジかよ、シフト B でこれやられるとマジできついんだけど。コチさん戻ってきて。いや、サンドの牧場から妖精が来ても3人出せないよ今。残念だけど3人出せない。デビーズカフェの方はというと、キッチンは目が回るように忙しい。デビーは新作のホットドッグに入れるソーセージを作っている。彼女は警察に気づくと犬の首を素早くゴミ箱に投げ捨てたと。ここは首輪について質問してエディ・ゴールドバーグとの関係も確認した方がいいよね。冷蔵庫を調べたり、いきなりホットドッグには本物の犬の肉が使われているとかっていうのはちょっとねおかしいですもんね。逃げられたか。さあケネディは早く戻ってきてくれれば投入できるんだけどな。サンド一家のヘルプ要請に。あと20秒で戻ってくれるかどうか。ここは金を目的にしたいんでサンド一家を優先しましょう。所長自ら出動っていうのができたらいいんですけどね。どういうわけか武装した大勢の敵どもが牧場の一部を占拠。もちろん力ずくで奴らを追い払うつもりだということですね。退役軍人ホームで起きているこの無謀な、年配の元軍人が入手した武器を詰め込んだバッグを引きずっている。しかも全て実弾入り。ああこれ検挙しないとまずいやつだけど、警官が今一人もいないんで無理だな。せめてクックが生きていてくれれば。いやー、さらに3度かの妖精か。チンピラどもが閉鎖された工事現場に潜伏。これもただ人がいないんでどうしようもないですね。どうしてあげることもできない。市民に死者が出たか。で窃盗事件の方はというと、新しい写真を1枚入手。ちょっとここは確認をしておきましょうか。しばらくぶりなので内容確認をもう一度しておきましょう。まずキャンパス。美術館の巡回は1時間に1度行われる。警報器は故障中。大きな美術館なので修理費もバカにならず市が負担してくれない。私がこちらに来たのは朝方。窓が壊れ、絵がフレームから取り外されていた、切り取られていたと。人の気配は全くない。床にレンガが落ちていると。なるほど。で、監視カメラ。駐車場は一晩中車の出入りが全くなかった。朝方、筒を肩に乗せた人物が自転車で通りかかった。その人物は駐車場にゆっくりと入っていき、自転車を止めてどこかへ姿を消して再び自転車で走り去ったと。なるほど。ホフ、美術学生ですね。不眠症なのでよく夜に街をサイクリング。あの時は翌朝の授業に直接行けるように筒型ケースと道具をいくつか持って出かけた。美術館に寄ったのは用を足すため。なるほどね。でスティーブンズはオランダ人国家に関する授業ではオンディア・ホフ君はいつもデ・ブルームの作品を批判。ほう、大した腕もないのに過大評価されていると言ったりしていたと。なるほどね。で美術館の窓はというと、ガラスがほぼ完全に割れてしまっており、大人の男でも楽に出入りできると。破片のほとんどが外の歩道に落ちていたということは、まあ外から
入ってきたっていうよりかは内から破ったって考えた方が自然ですよね。で、そうすると新しいのはこれか。内側から破った系だって考えた方がいいんだよな、外からっていうよりは。となるとこうかな。どうだ、ダメか。レンガを取り出し、レンガを割って、かな、順番で言うとこうか。いやー、もう窓割れてるもんねこれ。いやー難しいな。結局犯人をどっちに見立てるかですよね。警備員側にするのか、この美術学生側にするのか。もし美術学生側にするんであれば、最初に取り出して割って入って切り取って自転車で逃走、このパターンだよね。か、最初に自転車で行ってこのパターンか。でもこれでヒットしないってことはやっぱり警備員側なんですよねきっと。となるとまず警備員が警備をしていて、レンガを取り出し、レンガを割って、さらにこれをピンとした上でこう。これでもないか、ちょっとまだわからないですね。捜査は継続しましょう。サンド一家からのヘルプ要請はどうだ。あと12秒10秒で間に合うかどうか。人が戻ってきた。じゃあここはケネディに行ってもらいましょう。いやー今日はもうすぐ3時になろうかというところですけど、まだ仕事が終わらないか。ハードだな。3時で時間は止まってますけどね、実際には時間は動いてますからね。4時5時、今日は徹夜だな。徹夜勤務明け。はい、というわけで24日目、お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は25日目ですね、プレイをしていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただければなというふうに思います。あ、そうだ、クックが死んだんだな。そしたら死亡確認の手続きをしましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。